阿弥陀三尊は仏教における仏像安置形式の一つである。阿弥陀如来を中尊とし、その左右に左脇地の観音菩薩と右脇地の静止菩薩を拝する三尊形式である。根拠は無料受刑、観無量受刑である。観音菩薩は阿弥陀如来の慈悲を表す化身とされ、静止菩薩は知恵を表す化身とされる。脇地の観音菩薩は、 頭上のタブサの正面に阿弥陀の化物を表し、静止菩薩は同じ位置に水亀を表すので、両脇寺は比較的区別がつけやすい。日本では東京国立博物館が収蔵する銅像阿弥陀如来及び両脇地蔵や、立花の道世の念事物と伝えられる法隆寺の銅像阿弥陀如来及び両脇地蔵などが古い作例である。主に下記の形式がある。中尊は、 座像、脇地脇座とする者は、大号形式の阿弥陀三尊像である。この場合、左脇地の観音菩薩は往生者を迎え取るための連大を捧げ持ち、右脇地の静止菩薩は合唱する例が多い。中村は右手を、背、無意の印、左手を桃印を結んだ像が一般的である。また、地蔵菩薩と竜樹菩薩を含めてご尊像とした作例も見られる。 太字は、国宝指定名称。木造阿弥陀如来及び両脇地蔵浄土寺、太字は、重要文化財指定名称。一般に三尊像を包み込むように大型の後輩を付けたものを、和光三尊形式と呼ぶ。鎌倉時代に、浄土宗によって、善光寺の阿弥陀三尊像を模したものは、和光三尊形式を取り、阿弥陀如来を、本尊、両脇地を、観音。 聖死とみなすと決められ、以来この形式を、禅光寺式阿弥陀三尊と呼ぶ。禅光寺式阿弥陀三尊の元となった、新宗禅光寺の本尊、和光三尊、阿弥陀如来像は、絶対秘仏である。不創略記の中の禅光寺演技などによれば、中尊は一尺五寸、両脇寺は一尺と法量が記されている。その秘仏本尊を模して作られたとされる、禅律本尊。 近藤阿弥陀如来及び両脇自立像、和光三尊仏は、重要文化財に指定されている。その前立本尊も、前光寺前立本尊後会長以外は、非公開でご奉公に収蔵されている。朝のご行や法要などの限られた時間のみ、ルリダンの前の金色の幕が上がり、金色に彩られたルリダンを部分的に配管できる。ありがとうございます。